とりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。僕たちの遊び場。さて今回は卒業シーズンということで、はい、メンバーの卒業アルバムを公開したいと思います。おまずは今回いきたいと思います。これからでかっ。これどれ。ちょちょちょ全部読んだら。え幼稚園。まあ先生も癖強そうな。先生からいじるやつどこにおる。痛い。全然わかんない。俺こういうの嫌いだな。絶対友達になってないから。なんでやろ。この時からでも耳ができる。あ、ほんまでけえな。でけえって言い方すんねん。俺これか。あ、でも耳でかいわ。全部の耳で俺は判断すんな。難しい。あ、チューターってことはネズミ飼ってたってこと。飼ってたんか。もう絶対そうやで。チューターのこと忘れてる。忘れてるやん。いや、一人で小学校の撮影行くな。でかいですよ、だから人。あ、うわもうでも面影出てきた。あ、面影出てるわ。なんかやらしい目つきやもん。どういうことやん。なんか人殺してるだろ。なんでだよ。なんで小6で人殺してる。進んでるもんな。あ、これ見て、これ、はい、これが一番大事。ブスやん。いや、それはゴールギアの走り方きっしょ。いや、なんなん。人の思い出に踏み入ってきて、君たちは。あんた、劇やってた、やっぱ。劇やったよ。魔法を捨てたマジョリンって言う。これあ、それ、それ、それ。マジョリン。やっぱ耳でかいで言うたろ。あ、ほんまや。それ以外のコメントないんかい。え、クラブお前何入ってた。いっか。科学クラブ。俺、何か持ってるし、しかも。これ多分、本来はボール運動クラブなんだけど、うん、科学クラブなんか、べっこ飴とか、なんか食えるみたいな。うわー、なんか持ちたがりのやつやで、こっから出てんね、持ちたがりの要素が。もう時代がほら、これわかる。あの6年生の時のさ好きな曲。うわ一番好きな曲。うわ懐かしい。テレビエンタの神様。これがもう時代やもんな、ね、で言うたらこの時からの高橋健介の雑さ、いつまでも友達だ高橋健介。もう心がない。懐かしい。俺が見ちゃう。でも前までそんなやってもさ思わないからさ、ポッパ行こうよ。でもね高校やっぱすごい。いや高校でもこれ衝撃的かも。いや、やめろがもそもそ。じゃあうちの高校は偏差値が高かったんだけど、その分自由に何してもいいよっていう高校だったから校則がなかったの。うん、あ、だってちょっとイケメンぶってる。いやぶってねえよ。今よりさ、そういう風に思う。確かにな。今よりさ、顔色がすっきりしてるし、健康そう。でもなんか、このクラス地味やな。特殊だって理系特進クラスだ。本当だ。髪色が赤いとかしてる。だってすごくない。だからここ本当に理系特進クラスで一番学年にいいところなの。あ、ほらなんかちょっと息ってあれこれネクタイをさヤマピーの感じ、うん、ほらネクタイのこのゆるさと誰かいじってるっていう、この子の気持ち考えたいよ。こうやってんねんね、お前ケンスケが。あーかっこいいこれ。いやなんかこいつでかいだけで。いやいや、その時出てないから。もう隠してんだよな。うちの高校って文化祭とか聞いてるもんね。文化祭とか体育祭って生徒が運営するのは全然聞いてねえ。これやよくわかったね。よくわかったね。あのなんかやっぱ調子乗ってるところにいたがるやつって感じしてるもんこいつ。いやいや、ここ見たい僕、うん、いいな、なんか青春だな。1万、2万、3万、4万、5万、6万、最高でした。お前、しょうもないネタやってたやな。お前、しょうもないネタやってるやん。書いてるよ。プーさん、ひどかったです。プーさんを舐めないでください。何があった？どういうこと？プーさんのモノマネとかしてやってたやろな。中学校も見てほしいな。もういいよ、もういい、長い。もうこれ終わったよ。今回は僕で時間がいっぱいいっぱいになってしまったので、次回は鳥越くんのターンということで、よろしくお願いします。という太郎な。誰？チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後はアリさんからのリクエスト、逆再生で挨拶してお別れしましょう。せーの、あ、ビボサオにタコチョブ、動くときの遊び、あー。